動物が人間の言葉を。無理だと思うが、なぜ急にそんなことを。言葉がわかるというより、感情を読み取るとか条件反射とかっていう方が正しいんじゃないのか。以前、ほとんどの動物は飼い主の言葉から感情を読み取って反応すると聞いたことがある。ああ、犬も鳴き方を変えて感情を表してるんだ。必要な時には歯をむき出しにしたり尻尾を振ったりと、ボディーランゲージも使うしな。おそらくな。俺もそういうのに詳しいわけじゃないが。そうか。もうだいぶ前に治ったから話してやったよ。人に飼われてるよりも大空を自由に飛ぶ方がいいだろ。前にもそんなことを言われた。多分そうなんだろうな。どういうわけか、よく傷ついた動物たちと出会うんだ。そいつらの世話をするのがほとんど習慣になってる。優しいか。そんな風に言われたのは久しぶりだ。最後にそう言ってくれたのは母さんだった。多分俺の優しさは特別な人のために取ってあるんだろうな。母さんやお前みたいな。俺からすればお前もすごく優しい人だ。それだけじゃない。素直でしっかりしてて勇敢で。どうした？悪い。俺の言い方が良くなかったのかもな。ただ、俺は思ってることを口にしただけだ。次はもっといい方法で伝えられるといいんだがな。